どうもこんにちは、池袋ダムの店長の豊島渉です。ですね、本日神奈川県の方からライブハウスの営業再開にあたってのガイドラインが出たんですけれども、まあ池袋ダムは東京のライブハウスなんですけれども、まだ東京の方出ていないので、でね、ちょっとそちらの方もちょっと目を通して研究したんですけれども、ちょっとまあ気になる点がちょっと何個かあるなということで、ステージと客席の間に十分な間隔を取るってまず一つと、あとですね、客と客の間隔を2メートル以上確保する、まあこれソーシャルディスタンスってやつなんですけれども、客と客の間を2メートル、確保したら池袋アダムちょっとどうなるかだいぶ不安なんで、ちょっと今からですね、2メートル2メートルで取って池袋アダム結局お客さん何人入れられるのかをちょっと検証してみたいと思っております。はい、まずはですね、ちょっとこのメジャーで2メートルってどんぐらいか、2メートル、これを60、100、2メートルです。やばいぞこれは。2メートル、この感覚か。あと客席とステージの十分な距離を取らないといけないから、まあ、やっぱボーカルさんがここにいるんで、このラインだよな、このラインで、でここで、ちょっと端っこ一番行ってみて、はい、壁は行ってもいいもんね。はい、ここ一人、このライン、じゃあここじゃあキャス、はい、こうね、でからの、じゃあ福ちゃん、はい、こっち一人、もう一人いけるかな、はいはい、で、ここに2メートルいけるか、いけます、いけます、ここで見れますね。これ最善最善です、これだな。とりあえず4人入りました。やったぜ、やっぱ4人で、そっから、はいはい、で第2列目じゃちょっとね、終戦の服から、はい、なるほど、ここだね、2列目ここだね、2列目ここだな。実際ここで、まあ、まあ一応キャスの後ろもいけるかな。まあ、この辺、テーブルどかせばね、いけますね。で、まあ、あとあっち側に、ギリいけるな。じゃあ、なら7人かな、キャパは。キャパ7人で、まあ、ちょっと台湾さんとかが、もし他の出演者さんとかは、まあ、ライブ見るのは禁止で。はい、ということで、じゃあ、よくアダム、頑張っていこうと思います。